はい、今日は16です。何日ですか。10月、2020年10月16日ぐらい。ちょっとわかります。今日は吉祥寺でした。というか、あれですね。まあ、ちょっと電車で帰って、帰るとき歩くんじゃなくて、行った先でちょっと歩き探索をしようとして、ちょっと板橋にしてますけどね。まあ、持っていくのもお土産も今はやめてます。諸事情によりやめてます。その代わり動画に、動画にちょっと全力を尽くしたいと思う。誰か言ってましたけど。動画世界で、ですかね。ちょっと、電池がなくなったし。ということで、まあ、今日は、京王線で、京王井の頭線っていうのをやりましたね。まあ今日、ちょっと、おととい、日曜日に、おとといじゃない、昨日、かなり疲れて、昨日でしたか、江ノ島行ったの。いや、もうそんなになるよ。昨日江ノ島ちょっと遠かったんですけど、2000でギリギリ行けましたね。動画を見ていただけたでしょうかね。桑田さんをお会いします。まあ、武田薬品から富士山にあるという。まあ、今日は京王。まあ、一線ずつ。まあ、要は、まあ、1週間でどれぐらいの家を見れる、建築物を見れるかっていう。建築物イコールお金だとして、どれぐらいのお金を見れるかっていう。まあビルは、まあ都心のビルは一棟数千億しますけどね。ヤマダ電機でも5000億で買ったって言ってました。例えばスカイツリーなんか1兆ぐらいしないですかね。5000億ぐらいですか。わかりませんね。サンシャインも。とにかくそういう、まあでも、建物なんか、所詮建物っていう意見もあります。もう、そんな、建築にそんな興味ないっていう話もあるんですけど、まあ、僕から言わせれば、それが、ちょっと物理学でもあるし、エネルギーの研究といいますか、動画エネルギーの研究。まあ、先生方がのストリングセオリーをやってるとすれば、僕は動画セオリーっていうのを作りたいんですけど、作りたい、物理的に。というのは、まあ、吉祥寺、まあ、昔整形見に行ったぐらいですけど、あんまり歩いて行った時もこともあれですけど、もう学研2つも行っちゃいましたね。ハードオフさんがありましたね。ブックオフのハードオフさんが。あそこのスタジオでなんか、まあ僕のギターはまあ数少ない、まあ数、唯一の趣味と言ってもいいから、まあ嫌いな人はまあ聞き流していく。まあ僕のギターを嫌いな人はまあ別に見なくていいし、無視してもらって、皆さんも趣味があると思います。まあ趣味が全くないって人もいると思いますけど、ね、それもいいなと。そっちの方が良かったかなと。あとギターのあれをちょっと楽しさを伝えたいと。まだ昔のなんか楽しかった思い出がまだ残っているのがあるけど。まあ、まあ、嫌いな人はまあ、あれが無駄っていうのはあれですけど。まあなんかピアノを弾く女の人とか好きですよ、僕は。ピアノを弾く女の人とか。ああいうのを残して、やってほしいななんていう期待もあってもあるんですけど。まあスポーツもですけどね。まあスポーツはウォーキングみたいな。まあ本当にスポーツやってるかってあんまりやってないですけど。まあ、英福町とか、昔の高千穂商店のゴルフ部を思い出しましたけど、今日は、とにかく、行ってない線を行くて、明大前と英福町と東大駒場屋が一緒にあるというね、
一緒の路線に東大生と高千穂商大と明大が乗っているという、もうなんかあれ複雑ですね。まあうちの僕は高千穂行ってたことありますけど、親は阪大工学部と熊大教育学部卒だっていう、大卒とか、まあまあある時は、一緒になることもあるんだなと思って、でまあ吉祥寺に行って鈴木保奈美さんを思い出したり、益子さんを思い出したり、安倍総理を思い出したりということで、今日はまあまあ割とで結局ヨドバシカメラに全部置いてきました。僕を応援してくれていたかも。あんなでかい建物で僕を応援して。でもあれ僕の金かもしれないという。あれは僕のお金だったかもしれないというヨドバシカメラなんですけど。まあ僕を応援してくれてたかもしれない。ヨドバシカメラさんに。まあ、もし欲しい方いたら、予想を立てていただければ嬉しいですね。あそこに出るんじゃないだろうかという、天気予報みたいな予想ですけど。では、失礼します。明日は、わかりません。東洋線かもしれません。では。